こんにちは、ピカチュウ永井です。四文字熟語というのは四つの漢字の中にいろんな意味が圧縮されています。それが四文字熟語の素晴らしいところなんですが、学校なんかではその四つの漢字だけを覚えさせて、そこに込められた意味なんかは全然こう教えなかったりします。だからこう余計に覚えづらくて、みんな苦手意識を持つんじゃないかなと思います。そこでこの4つの文字の中に圧縮された意味をちょっと展開してみて、どんな意味が込められているのかというのを少し解説しようかなと思います。そうすることで少し覚えやすくなるんじゃないかなと思います。というわけで今回は暗中模索という4文字熟語についてのお話です。さて、この暗中模索なんですが、暗中はいいにしてもこの模という字が少し厄介で、これはもともと木偏ではなく手偏で書いて、この模という字は手探りという意味を持っていました。模は手探りです。で、索というのはこれは探し求める、捜索隊の索ですね、探し求めるという意味になります。したがってこの意味を展開してみると、暗い中手探りで求める、暗い中手探りで求めるという意味になります。暗中模索、暗い中で手探りで探し求める、そういう意味の込められた四文字熟語です。ぜひ漢字を四つだけ覚えるではなくて、意味とともに覚えてみてください。というわけで今回は暗中模索のお話でした。以上です。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな？